写真拡大。やられっぱなしでは終われない。19日のヤクルト戦に先発する阪神の高橋遥加陣投手、23が17日ヤクルトへのリベンジを誓った。今年ヤクルト戦最終戦、やり返して終わりたいと闘志を燃やした。この日は甲子園での投手指名練習に参加。福原投手コーチと投球フォームの確認をするなど足元から見つめ直した。12日のヤクルト戦で4回8失点するなど現在3連敗中で、最近2試合は5回持たずの KO 降板。立て続けに試合を作れていないのは原因がある。狙った通りにしっかり投げるのはフォームにつながっているのかなと練習の意図を説明した。今年5月に左肘痛から復帰し、次戦で今季18試合目を迎える。今年はいろいろと経験させてもらっている。しっかり生かして投げられるように、感謝を胸にツバメへの逆襲へ。今度は負けない。